ちは、じゅんです。2020年12月8日火曜日で、今日はこちら御岳山の、麓に来ています。ここは来たことないし、この道を通るのも初めてです。あのワインディングと渓谷の横を通る、結構物静かなルートで、なんかツーリング先としてはいいかなと思いました。到着。わあ、すごい。え？なんか山奥に来ちゃったって感じ。おお、スーパーカブが輝いてる。じゃあ支度をします。発車時間となりますので、改札の発車にさせていただきます。この後の発車、優勝時45分の発車でございます。でケーブルカーに乗りました。お待たせいたしました。ケーブルカーから出発します。お客様、国土交通省、厚生労働省、東京都が、そうそう、おお、揺れるんだ結構。おお、怖い怖い怖い。
が三鷹山駅到着でお忘れ物ございませんようにご注意ください。高いな山が。ケーブルカー目安ご停車ください。ビジターセンター宿泊施設かな。あ、神社の方向を向かって、あーすごい、すごい建物だ。さあ、険しいな。きつい。いや、勾配20度以上でしょうね、これ。こうさ、こっち。神社です。うわ、いきなりふくらはぎ張りそうになった、ね。こんなとこ来たことない。この階段、果てしなく階段。はあ、すごい。放物点。お、狛犬のなんか足が長い。お、かっこいい。切れちゃったよ。
おお。おお。どんどん奥行ってみましょう。よっ。学問向上の進行です。お犬様なんだ。だからワンちゃん連れてる人多かったんだ。お犬。登山。私は追いません。あ、こっちはちょっと。日本最古の占い非公開です。斎場がこの先にあるそうです。農作物の神様。はあ。御嶽山いただき929。はあ。山岳信仰ですね。山。今日履いてきてる靴はアルトラのオリンパスです。まあ、トレイルなのかハイキングなのかちょっと分かんなかったんですけど、いや、これだいぶ古いものですよね。もう腐食しちゃって。やっぱり お犬様を祀っているようです。ここは今改修工事で、このちょっと歴史のあれで言うと、この形の研修でサイトハウンドですよね。日本にサイトハウンドいなかったと思うんですけど、サイトハウンドは中東です。わかりますか。あの 目を使ってで獲物を視認して追いかけるタイプの犬。なんか狼と種類が違うんですよね。で、長い足、大きな肺、あの深いくびれはサイトハウンドなんですよね。で、中東からここまで来た犬のお話があるんでしょう。その 何千年も前に中東とここを結ぶラインがあった、それを伺わせます。いや、日本にサイトハウンドいないんで、
シルクロードを通って来た犬。足が長いですもんね。で、毛がない。そう、飾り毛がちょろっとある。そういう犬は日本にはいないんですよね。いないものをどうやってデザインしたのか。中東にはいる。アフガンハウンドとかサルーキスルーギの、あのグレイハウンド、まあそういう本当の犬種のスタートみたいな、形をしたコマイルなので、だいぶミステリーな感じです。それでは、ちょっと登山道入っていきます。ロックガーデン、近道となっています。で、ポール使ってサクサクといきましょう。早速山道。もうこの道は観光客の人はちょっと難しいかもしれませんね。サクサクいきます。荷物重いから。大滝さん 3.6 キロ。奥の院 0.9 キロ。奥の院。天狗になりたい。天狗の岩、天狗岩。ちょっとボールは書こうか。あ、ボール持ってない。ボールちょっと置かせてもらって。天狗になりたい。天狗。これ下りどうすんの？登ったはいいけど、あ、怖っ。この木もすごいですね。めっちゃ木だけど、枝、根っこ？うわ、すごい。よし。イエス。よいしょ。おお。この辺りには何かがありますね。ただごとではない、この根の張りよう。これ普通、ここに、生えるの諦めようかなと思うんですけど、この木の根っこがしぶとく張り付いてます。岩なのに。天狗の仕業。この根っこの張りようはちょっとすごい。
こんな根っこ見たことない。ああ杉かな。で下に滝があるので滝の音が聞こえてきますけど、ビュー。沢登りみたいな道を進んで、ロックガーデンというところ向かってます。昔の人は何らかの重たいものを移動させるテクノロジーを持っていたのでしょう。岩がでかい、ゴロゴロしてる。おお、岩がでかい。なんじゃこりゃ。すごくない？ちょっと。何？何億年も前のやつってこと？こんな。うん。あらららら。岩、木もすごいけど岩もすごい。登る気が知れないっていうか、よくこんなクライミングってできるなと思うんですけど、でもサルーキーがあのお犬様として祀られてるのは本当に不思議。ジェット機で運んでこない限りは、あのちょっと言ってしまえば何にもない山の山頂にあの中東の王族が飼う犬が来るわけないんで、どういうことだったんでしょう。昔の人も航空機持ってたってことかな。飛んできたんだろうな、天狗。中東から天狗が飛んできた。犬を連れて、犬の原種を巻いて、それが狼になった。よくわかりませんけど。おお。木がでかい。樹齢300年。沢登りみたいに、登ってきまして、でもう巨石がもう連なっているんですけど、はあ、おー滝、滝へ到着です。こんな小さなせせらぎなんですけど、滝となるとこんな感じ。うん。あ、なんかいる。いる。
ちょっと待って。あ。あ、いるいるいる。鳥さん。この岩の住人がいました。あ、天狗がいる。あんな分かりづらいところに天狗。あそこ登っていきますよ。よいしょ。ファミリー向きか。ちょっと秘境が好きな人向きで、ファミリーにはあんまり。子供は退屈しちゃうかもしれませんね。天狗の腰掛け杉へ向かいます。あ、でも大竹さん2キロぐらいだと思うけど、これは何？いや、じゃあ見とこうか。ほっ、ほら2キロ。あ、ここをデートスポットにする人は多分いい人です。物静かな性格っていうか。あ、ちょっと IQ は高いでしょうね。文明の起こりがこの山の山頂からだとすると、あの歴史の常識がちょっとおかしくなっちゃうんですよね、従来の定説と。山頂には何もないはずなんですけど、その生活の糧がなぜか山頂から生み出される。まあ、今ならそうヘリコプターとかで動力を使って山にその物を送ればいいんですけど、でなんで昔もその山岳の信仰、山の山頂だったのか謎です。わざわざ山の山頂にの貴重なリソースを、自分たちの生活以上のものを持っていく、よっぽど裕福でなければかなわないですよね。発想が逆で、山の山頂からスタートして文明が下っていった。だからルーツは山頂にあると。そう考えると、まあ信仰のそれが深まるというか、まあ要するに何かそういう現代にはない移動手段とか、テクノロジーを持っていたのでしょう。よく分かりません。見たものしか信じないので、今はその残されたものを不思議がることしかできないんですけどね。
まあ、合理的に考えれば上から転がしていった方が楽なんですよね、下から押し上げていくより。そういう圧倒的な物量というか、単純に分配するっていうか、そう、頂点に君臨する一頭、それがたった一つの能力で、下々にエネルギーを分け与えようとしたときに、海からやらないと思うんですよね。海っていうか、その平野、やっぱりその支配者的な存在が少数で、上から転がしてきた、そういうことも、なんとなく想像がつく。だから山頂に、霊場があって当たり前、まあ、支配者がいたんでしょう、よくわかりません。まあ、空間を制御する能力とか持ってる人からしたら標高1000メートルぐらいなんていうことないと思うので、まあ、ワープしてきたりしてきたんでしょう。こんな根っこがあって、ここに腰掛けるのかな。さあ、大竹山 3.6 キロ、奥の院、奥の院って行ってみようか。奥の院はものすごい勾配が険しい先にありそうです。なんでこんなに険しいんだ。よっ、うわ、めっちゃ登るし、どういうことなの。おいや、本当に奥のいいんだな、これは。よっ、よっしゃ。登山の格好をしていきましょう。ちょっとお参りする感じじゃないですね、これは。よい。よっかな。いい。なんだこりゃ、帰りが怖えな。カップルでこう来て、これどっちか片割れがぐずったら、まあ他のパートナーを見つけた方がいいでしょう。もう2人揃って無理っていうのは OK。 めっちゃ急だし、いてててて、うわぁ、
登りがめっちゃきつかった。さあここは奥の院です。きつかった。マジかよ、本当に奥だった。まあ、この感じからして大岳山は、あの奥に見える山かな。ここは奥の院峰となっています。さあ今日のゴール奥の院まで来ました。1077メートルです。あっちはロープが張られてる。さあじゃあ来た道を戻ってきますけど、鍋割山ってなってるから向こうが鍋割山なのかな。まあいいや。いやーなんかすごい神社の綺麗さと奥の院のハードコアな感じギャップがあって面白かったです。灯油の匂い、やっぱりサルーキーだもんね。あ、尻尾もこういう長くて飾り毛のついている感じ、やっぱり素直さが大事で、昔の人は見たものをそのまま表現したということです。お、東京が見える。スカイツリー、ああはいはいはい、スカイツリーね。筑波山、筑波なんだ。こっから何キロあるんだろう、100キロぐらい。筑波山が遠くに見えます。安山社への道。あ、安山の秘訣は鉄分を取ることです。鉄がないと赤ん坊は生まれません。あの鉄貯蔵地、フェリチンをちゃんと蓄えてないと、あのちゃんと出産することができません。さあ16時10分、バイクに乗る支度ができました。すごいね、こんな山奥のさらに奥にケーブルカーがあって、でその先に集落があって神社があると。これが東京都なんですよね。知られざる世界。まあ、登山する人は詳しいかもしれませんけど、でも観光でここ来るってあんまりないですよね。すごい景色だ。
ら安全運転で帰ろうと思います。